防衛省が反撃能力の強化を1年前倒しでトマホークを決定、アメリカも合意する中、F-35B 戦闘機の納入も24年と近づいています。護衛艦いずも、加賀の改修工事が第一段階を終え、加賀は F-35B 認証テストを待つのみとなっています。今回は、護衛艦いずも加賀の決定的な性能について詳しく深掘りしていきます。F-35B 戦闘機も新田原基地へと部隊編成し、馬毛島では基地化が急ピッチで進んでいます。対中国を念頭に台湾有事が近いので、ハトの予測、中国経済は最悪の状態です。国家崩壊間近。普段あまり自覚することは少ないかもしれませんが、実は日本は世界で6番目になる排他的経済水域と領海面積を持つ海洋国なのです。日本列島からかなり離れた島も多いので、領海が広くなるんですね。それを痛感するのが、他国の艦艇が沖縄などの離島付近を通過する時だと思います。政府は海上自衛隊をそんな領海や排他的経済水域の防衛戦力の要として位置づけています。その時の実情と防衛方針に則った装備体系の整備を継続しているのです。海上自衛隊の装備品は数も多く大規模ですが、詳しく見ると、2022年末に閣議決定された中期防衛力整備計画改め防衛力整備計画の中で、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機の整備を提示しています。日本の自衛隊は、日本国憲法との兼ね合いや、政治的位置づけがあるので、大型水上戦闘艦を、一律に護衛艦と呼んでいますが、世界的分類基準を見ると、コルベット、フリゲート、駆逐艦、航空母艦等の区分が一般的なのです。世界的な基準に、海上自衛隊の護衛艦を照合すると、目下、身型は、フリゲート、艦首記号、FFM マヤ型等のイージス護衛艦は、駆逐艦、艦首記号、DDG 出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、ヘリ空母、艦首記号、DDH に該当することになります。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、現時点で海地が保有する最大の艦艇ですが、回転翼機を、マックス5機まで、同時に、発着陸可能な全通式飛行甲板があります。このタイプは、伊豆、元加賀の2隻が、すでに就役しています。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦出雲が、2015年3月、2番艦加賀が2017年3月に就役しましたが、当時はその全通式飛行甲板を装備する外観と形状から一部からは大きな反発の声が上がっていました。その根拠にされたのは、日本国憲法が禁じている内容に出雲型護衛艦が抵触するという主張でした。従来から禁止令として停止されていた航空母艦に同艦が該当しているというものでした。確かに70年前の1950年代の日本政府は、自衛隊が保有を禁じられると解釈する兵器の具体例として、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、航空母艦を挙げてきました。ただし、航空母艦には、さらにその前にある形容詞が添えられているのです。それこそが、自衛隊が保有を禁じていると当時説明されたのは、攻撃的な航空母艦という表現でした。将来的に、海上自衛隊が航空母艦的艦艇を保有しても、攻撃的でない限り、その解釈と矛盾しないという反論だったのです。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が就役時に、艦載機としていたのは、対潜哨戒用の回転翼機がメインで、これらの役割は、攻撃的な航空母艦のものとは違うというのが日本政府のスタンスでした。何とかして逃げ道を探そうとしているというか、言葉をもてあそんでいるような気がしますね。他国から批判された時の言い訳を用意しているのでしょうか。しかし、日本国内の解釈問題を別にすれば、世界的に著名なイギリスのジェーン年間の分類でも出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、ヘリ空母というカテゴリーに入っていますから、
国際的基準に照らした場合は空母の一種ということになるでしょう。そもそも航空母艦について攻撃的であるかどうかを区別することに本来的な意味はありません。1945年、昭和20年の太平洋戦争の敗戦によって軍隊は持たないという政治的スタンスなのに、実際に行っていることとのズレは隠しようもありません。これは多くの人がわかっていることでしょう。とはいえ、こうした傾向は時代とともに徐々に緩和されてきているのも事実です。こういった扱いを経てきた出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、一番艦出雲が収益の翌年2016年末から固定翼機運用を想定した改修工事の実施の検討が具体的に進められることになりました。出雲型護衛艦の2隻は、どちらもジャパンマリンユナイテッド社横浜事業所磯子工場で建造された艦艇ですが、同社は委託業務の形で2017年度中をかけて無人航空機を含む固定翼機の運用研究に取り組みました。ここで対象とされた固定翼機とは、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した F-35 ライトニング 2B 型で、同機は2007年7月に初フライト後、2015年7月、アメリカ軍での初期作戦能力獲得がなされています。短距離離陸、垂直着陸が可能な、この F-35 ライトニング 2B 型は、2013年中頃から、日本でも導入を検討しているという報道が行われたが、その時点では、政府は、この動きを否定していました。世論の動向を伺い、今後の手順を模索していたものと考えられます。やがて、前述のジャパンマリンユナイテッド社による無人航空機を含む固定翼機の運用研究を経て、2018年末の防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画の閣議決定によって、その方針が固まったというわけです。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルで、前述の通り、海上自衛隊の艦艇中で最大規模を誇ります。この護衛艦は、機関部にガスタービン機関を4機据えた小型方式を採用していて、このおかげで最大出力11万2000馬力を発生させることができます。最大速力も30ノット以上を確保し、MAX 14機の回転翼機を艦内に収容して運用可能ということです。この大きさのため、出雲型護衛艦は乗組員定数もおよそ470名と海事艦艇の中で最大になります。この艦は艦載機運用に特化して使用されるため、兵装は 20mm バルカン砲システムのシウスを2機とシーラムを2機という近接固艦防空のみに限定されているのです。これと異なる運用思想で建造されたのが、出雲型の原型となった初の DDH であるヒューガ型です。全長、全幅、排水量のいずれも小規模ですが、ある程度、単艦での行動を意識した兵装が施されています。ヒューガ型のデータは、基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルで、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦と比べると、20% から 30% は小さいことになります。にもかかわらず、ヒューガ型には兵装として出雲型と同様の 20mm バルカン砲システムのシースを2機搭載しています。それ以外にも、マーク 41VLS、垂直発射艦16セル、3連装 324mm 単魚雷発射艦を2機装備していて、思いのほか強力な仕様になっていることがわかりますね。別の見方をすれば、ヒューガ型と異なり、出雲型は必ず次艦を護衛する他の艦艇とのセットでの運用が前提になっているので、やはりベストはイージス護衛艦との艦隊行動と思われるのです。海上自衛隊は2023年8月時点で合計で8隻のイージス護衛艦を保有し運用中ですが、訓練、メンテナンス、実戦配備のローテーションを考えると
同時の稼働数は2から3隻がせいぜいというのが実情のようです。さらに稼働中のイージス護衛艦ですが、北朝鮮などの国からの弾道弾攻撃を迎撃するミサイル防衛任務を負っているので、現状では少なくとも2隻は日本の周辺海域に待機しなくてはならない状態です。いつ飛んでくるかわからないですからね、北朝鮮のミサイルは。となると、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦と艦隊行動を共にする余裕はほとんどないでしょう。2023年度のからの防衛予算の大幅増加に合わせて、イージス護衛艦の8隻から10隻への造成が盛り込まれました。とはいえ、ミサイル防衛を担うイージスシステム搭載艦2隻が収益を果たすまでは、こうした綱渡り的状況を抜本的に改善することは困難だろうと推測されます。